取り返しのつかない重大な事故を引き起こしてしまったことを改めて心より深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。最近は事故があった当時を知らない社員が増えてきたそうで、事故の風化対策が必要かと思っています。ぜひ他人任せにしない行動をお願いします。この加害企業としての私どもの立場、そして内山線列車事故を原点として安全性を向上させていくというこの決意、これは時代を超えて世代を超えて引き継いでいかなくてはいけないとの思いを強くいたしております。黙祷。